誰か、ここから。助けてください。むむむ。大変だ。姉さんが、ヨルさんやアーニャや知らない子たちが、髪の毛の中に閉じ込められちゃってるぞ。助けて。助けてください。むむ。どうやら今回はこの網だくじを辿って助け出すみたいだな。姉さんは俺が必ず助け出す。あいつは俺が助け出してやる。よし、まずは俺からだ。姉さんを助け出すぞ。姉さん、姉さん、姉さん、待っててくれ。あ、俺が辿り着いた先にいたのは、なんだお前か。おい、アニャのこと頑張って助けろ。よし、助け出してやる。しょうがないな。髪の毛を取り除いて、なんで髪の毛に閉じ込められてるんだ。よし、救出大成功。ふう、よかった。可愛い髪型にしてみようと思ったら髪の毛に閉じ込められちゃった。アーニャびっくりだ。よし、次は母とねずこちゃんを助け出してくれ。みんな、よし、次は俺が網だくじで助け出す番だ。ヨルさん、待っててください。よいしょ、こっちに行って、あ、たどり着いた先にいたのはヨルさんだ。ヨルさん、今救出しますよ。髪の毛をどかして、どかしてっと。よし、救出大成功。ロイダさん、ありがとうございます。残るはネズコさん一人ですね。ネズコさんのことも救出してくださいね、ダミアンさん。なんで俺が知らない奴を助け出さなきゃいけないかわかんないけど。よし、こっち行って、こっち行って。あ、俺が助け出すのは、ねずことかいうやつだ。むむ。よし、髪の毛をどかして、どかして、救出、大成功だ。むむむ、ね、むむむむむ。みんな救出されてよかったな。動画を見てるみんなも最後まで見て、アーニャたちが助け出されるのを応援してくれてありがとう。この動画が少しでも面白いなと思ってくれたら、グッドボタンを押してくれると俺様すっごく嬉しいな。この動画の応援のコメントもお待ちしてるよ。チャンネル登録がまだの人はチャンネル登録もよろしく。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。今日の秘密のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな。最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。朝ブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると朝ブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して朝ブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると朝ブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。